ガラス製デシケーター。左は真空デシケーター。右は小型のデシケーター。乾燥剤には青色着色シリカゲルを使用しているデシケーターとは湿気を嫌うものを乾燥状態において保管するために用いる容器。防湿庫、デシケーターとも呼ばれる。また、真空ポンプと組み合わせ、型取り用シリコーンゴムや油となる合成樹脂の脱泡にも用いられる。 画像にあるドーム状の構造をしたものは一般に以下のような構造を持つ。実験用のドーム型のものはガラス製が一般的である。簡易的なものにはポリカーボネート製のものなどもある。レンズ製品の防湿に用いられる簡易的なものはポリプロピレン製で接合部の密封にオーリングなどが用いられる。デシケーターの主な用途は以下の通りである。 写真レンズなどの光学製品はカビが生えることによる性能劣化が顕著であるためデシケーターでの保管が原則となる少量の場合には食品用密閉容器などに写真用品店で売られている防カビ用除湿剤などを入れて保管するが量が多い場合には写真用品店などで売られているカメラ用の防湿庫を用いるただしレンズに生えるカビの中には 乾燥条件下でも繁殖できるカビもあるため万全とは言えない。簡易的なものではシーリングが行われたプラスチックケースに乾燥剤、防カビ剤を入れたものが用いられる。大型のものでは密閉式の扉を持つキャビネットで電動式の除湿装置を備えたものがある。吸湿、減圧などによってデシケータの蓋が開かなくなり中身が取り出せなくなることがある。最悪は ハンマーなどで破砕して中身を取り出すことになるが望ましいことではないので次のような対処を行う。ありがとうございます。